やっとプレステージ3周、全身血まみれめぐちゃんでプレイしていきます。毎日がエブリデイ。皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。本日も東京渋谷スペイン坂スタジオより生放送でお送りしています。という夢を見ました。というわけでね、やっとね、苦労してめぐちゃんをね、プレステージ3周まで育てあげました。だからね、全身血まみれなんですよ。顔にまでね、血がついていてかっこいいですよね。プレステージ3周目を回してね、そんなに時間が経ってないので、まだパークが3つしかついてないし、パークのレベルもね、全部2なんですよね。なんで今回はちょっとね、不利な状況からのスタートです。それにしても修理が早かったな、ネアちゃん。歯車のアドオンをつけてたんですね、きっと、ツールボックスに。ところで皆さんにとってアクション映画の人生オールタイムベスト3って何でしょう？僕の場合はね、はっきり決まっていて、この順位がもう何十年も揺るがないんですよね。まずはね、第1位ダイハード。これまさにね、アクション映画界に三千と輝く金字塔ですよね。金字塔クラスになるとね、あら、釣られちゃった。金字塔クラスになると無名だった俳優をね、一気にスターダムにのし上げる力を持っていますよね。主演のブルース・ウィルスはこの一本で一気にスターダムに上り詰めました。先日亡くなった悪役のアラン・リックマンも素晴らしかったですよね。おそらく僕が存命中にはこれを超えるアクション映画は出てこないでしょう。評価額はもちろん1800円、もうそれ以上だね。さて、レスキューに向かいますかね。近くにいるかな。いや、いるね。いるな、近くにいる、いる。やべやべやべ、ヒルビリーだ、チェーンソーだ。よし、今のうちには見つかったか。あ、やべ、見つかったね。逃げろ逃げろ逃げろ。追っかけてくるかな。ターゲット取ってる間に誰かに救出してもらってもいいけど。あ、戻ってったね。いや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 、参ったな。話は戻って、アクション映画第2位はスピードです。もうダイハードに匹敵する面白さだよね。この映画も主演のキアヌ・リーブスとサンドラッグあーじゃなくてサンドラ・ブロックをスターダムにね、押し上げました。もうこの映画ね、脚本、演出、音楽、役者、ストーリー&プロット、すべてが珠玉の大傑作だけど、死んじゃった、ごめんね。これよくよく考えてみると、ダイハードもスピードもまだ20世紀中の映画なんですよね。もうキアヌといえばマトリックスのイメージが強そうだけど、僕にとっては断然スピードですね。評価額は文句なしの1800円以上でしょう。そして第3位はね、エグゼクティブデジションです。正直この映画、前の2つに比べると知名度が低い。まあ、主演もカート・ラッセルとかね、ハルベリーとか地味なんですよね。スティーブン・セガールも出てるけどね、もうね、こいつが出ているから見ないっていう人も多いんじゃないですか。だってセガールの映画なんて、映画秘宝なんかをね、愛読してるような好き者じゃないと見ないよね。だけどこの映画は別格でした。というわけで、今日ご紹介する映画はこのエグゼクティブデジション。僕にとってアクション映画第3位の映画です。この第3位のね、座もね、もう20年以上続いてますね。また一人ね、ダウンさせられてしまった。これからどっかに釣られていくのかな。あ、また一人切られたぞ。放置されてるのかな。というわけでね、修理を進めていきます。エグゼクティブデジションなんだけど、どんな映画かというとね、まあ、民間のジャンボジェット機が中東のテロリストたちにハイジャックされるんだけど、どうやら機内には大量虐殺が可能なね、化学兵器が積み込まれているらしいんですよ。でそこでね、セガール先輩率いる特殊部隊がステルス機を使ってね、空中からジャンボ機に乗り込んで奪還作戦を決行するんですけど、みたいなストーリーね。カート・ラッセル演じる主人公は情報分析官として半ば強制的に同行する羽目になるわけです。さて、レスキューに行きますかね。地下かよ。地下のレスキューはね、本当に難しいんですよ。もうセガールだったら余裕なんでしょうけどね。乗り込んでってさ、ヒルビリーなんかすぐぶっ飛ばしたんじゃないの。でもミヤちゃんはね、さすがにそう、女の子ですから、そうは。あらー、見つかっちゃった。やべやべやべ、逃げろ逃げろ。で、板ねえじゃん。やべ、おお、一撃だこれ。いや
完全ため攻撃。まあその間にね、一人、ああ大丈夫か、逃げろ逃げろ、頑張って逃げて、なんとかなるかな。やばいねこれ、逃げてよ。ああ追われてるね。でも釣られた方はうまく、あ、うまく逃げた、ナイスナイス。あ、なんとかなりそうだね。よし、僕もね、回復できるところまでは自己回復しましたよ。あと誰かにね、治療してもらうしかない。誰か来てよ、お願いします。レスキュープリーズ、ヘルプミー。まあ映画の話戻りますけどね、まあなんとかジャンボジェット機にトラブルを抱えながらも機内に乗り込むことに成功したんですけど、もうこうなるとね、機内に乗り込んでいったセガール先輩が涼しい顔して敵をさ次々となぎ倒してハッピーエンドだと思うじゃないですか。だけどね、全然違うんですよ。ネタバレになるから言わないけど、このセガールの存在がね、主人公たちに破局的な緊迫感を生み出すんですよね。セガールが実は敵のボスだったなんてね、陳腐な展開じゃないですよ。まあ序盤から一気にクライマックス突入で、この緊迫感をラストまで一瞬もだれることなく駆け抜けます。アクション映画なのに、実は物語の大半はじっと息を潜めての隠密構造なんですよね。主人公たちは格納ハッチに身を隠しながらね、敵の位置や人数などの情報収集から入るんですね。いきなり襲ってもさ、返り討ちに会うだけだからね。同時に別のスタッフが爆弾のありかも突き止めます。で、情報も集まったところで、さあ襲撃という段階で爆弾の起爆装置を所持したスリーパーが客に紛れ込んでいることがわかるんですよ。まあ、テロリストたちを制圧してもスリーパーが起動させたらジャンボ機はね、吹っ飛んでしまうんですよね。おっと、一人こちらに向かってきてくれてるね。誰かな、怪我を負っている。 ありがとうネアちゃんだ、ネアちゃんありがとう。いや、助かる助かる。血まみれネアちゃん、お互い血まみれ同士仲良くしましょう。向こうで追われてるのか、チェイスがね、繰り広げられてるらしいですけど、とりあえずここで治療を終わらせて、よし、ネアちゃんも、ネアちゃんもありがとう。よし、ネアちゃんの治療もね、ここで終わらせましょう。これでね、2人が復活できる。あー、ごめん、なんとか立て直るかな。1人チェイスしているね。やべ、あー、存在に気づかれたかな、今ので。逃げろ逃げろ、やばいやばい、来てる来てる、逃げるよ。絶賛俺がターゲット。あ、やべやべ、あ、違うね、ネアちゃんだね。逃げろ逃げろよ、一人向こうで治療中。治療しようか、よし、治療やるよ、直すよ直すよ直すよ。ドワイト、いいのかい。バカだな、なんで意地張るんだ。てか俺ターゲットになっちゃったよ。逃げろ逃げろ、いやいやいや、おお、危ねえ、ぴょーん、逃げろ。お、なんとか負けたのか、それともターゲットが他に移ったのか、どちら。いや、ヒルビリ怖いよな本当に、あいつは。で、この映画なんだけど、まあ、さらにね、あと数時間後にはアメリカ政府がジャンボ機を撃墜する判断、つまりエグゼクティブデジションを下すのはもう確実なんですよ。というのも、序盤の乗り込むシーンでステルス機がね、乱気流に巻き込まれて墜落しちゃってるんですよね。まあ、政府の人たちは主人公たちが乗り込みに失敗したとね、勘違いしてる。そのことをオペレーションルームに伝えたいんだけど、通信機が乗り込みのね、トラブルで持ち込めなかったんですよ。さらに爆弾はトラップ満載で、もう解除困難な上ね、爆弾処理のプロフェッショナルは乗り込みの際にダメージを受けてしまって、もう全身不随状態で手が動かせないんですよね。もうね、ありとあらゆるデッドリミットが前後方位からね、彼らを取り囲んで、どうしようもない状況に追い込んでるんですね。まあそれでもなんとか敵の情報をね、把握しながら、人質のキャビンアテンダント、まあスッチーだよね、スッチーにギリギリのとこでね、なんとかこう連絡を取ってスリーパーを探し出してもらって、だけどそのうちにアメリカ政府はね、ジャンボ機撃墜をね、完全に決定してしまうんですよ。要するにジャンボ機はね、爆弾をね、持ったまま、あ、ワシントンに向かってるってことがわかるのね。で、ワシントン上空で爆発なんかさせられたら、もうとんでもない死者が出てくるでしょう。ね、まだ作戦遂行中であることを何らかの方法で
伝えなければジャンボ機はね、アメリカ政府によって撃墜されてしまうんですよね。もうどうすんだよっていう、そんな映画です。まあ、映画のね解説をしているうちにね、5台の、発電機を完了してしまいましたけど、今一人釣られている状態なんだよね。うわー、なんとかとりあえずここを開けてね、なんとかレスキューに向かいたいと思います。よし、これでとりあえずね、脱出口は確保した。あとはまあこのまま逃げてもいいんだけど、あーそこにチェーンソーがいるね。とりあえずもぎっておきたい。今回はねパークが3つしかないし、パークもまだねレベルがね中途半端なんで、ちょっと僕では、あーこっち来たね偵察に。どうする、逃げるか。あー、ごめん、死んじゃった。はい、なんともねちょっと閉まらないラストになってしまいましたけども、脱出することはできました。いやーちょっとねラストあんま良くなかったね。なんとかねレスキューに行ければ良かったんですけど。でね、エグゼクティブデジションなんですが、まあダイハードとかスピードがね動きのある銅の映画なら、こちらは隠密作戦の静の映画、静かな静の映画なんですよね。セガールの出てくる映画って徹底的に頭が悪そうなんだけど、こちらはね実にインテリジェンスな映画なんですよ。巧妙に伏線が張り巡らされていて、もう緻密にプロットがね練り込まれてる。それでいてねキャラクターがいいんですよね。キャラクターがね一人一人がとても魅力的なんです。全キャラクターが全てねちゃんと役割を持っていて、それぞれがね魅力的に描かれてるんですね。それでは評価額をねいきたいと思います。評価額はズバリ1700円。もう10年に一度の傑作ですね。これを超える映画は21世紀中にね出てくるんでしょうかね。ぜひ出てきてほしいものです。でこの映画と同じことがね、この映画が上映された5年後にリアルに起こってしまうんですよね。それが16年前の今日、そうアメリカ同時多発テロです。911ニューヨークテロですよね。ハイジャックされたテロリストたちにハイジャックされた飛行機がワールドトレードセンターとペンタゴンに突っ込んでいって、多くの命が失われました。このテロリズムの犠牲になった方たちのご冥福を祈りたいと思います。そして本当に心から思うのは、戦争はやっぱりダメですよね。結局まあ今もね北朝鮮のミサイル騒動でね戦争機運がちょっと高まってますけど、戦争が一回起こるとね、結局その戦争っていうのは次の戦争の布石にしかならないんですよ。結局もしねこれから戦争が起こるとすると、それって第二次世界大戦の禍根が原因というかね、少なからず延々にはなってますよね。戦争でね起こった残った禍根が次のね戦争を引き起こして、またその時の禍根がねさらにその次の戦争につながっていく、まさに負の連鎖でしかないわけで、もうね世界中の権力者指導者たちは本当にね全力で戦争を起こさないようにしていただきたいなと、とても強く思いました。今日は9月11日ということでね、半ば強引にエグゼクティブデジションのね紹介をさせていただきましたけど、まあねテロリズムに関することはともかく、とても傑作な映画だと思います。見て損はないと思いますので、もし機会があったらね、まあ、特に今日なんか見てみて、911を振り返ってみるのもいいのではないかなと思いました。それでは今回はここまでにしたいと思います。911テロルのね犠牲者の方たちにご冥福を祈りながら、それでは皆さんまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録は下の顔写真のアイコンをパソコンならクリック、 iPhone やスマートフォンならタップしてください。よろしくお願いします。